住宅ローンアナリスト、茂木沢こと茂木チェック塩沢です。本日のテーマはこちら。次に利上げされると、いつ変動金利が上がるのか、仕組みを解説、これについてお伝えしたいなと思います。で、マイナス金利解除がありましたんで、結構ちょっとこう不安な方も多いと思います。で、皆様へのメッセージはこちらですね、改めて読んでいただければと思います。で、そんな中でですね、一部の報道機関からですね、もう一回のその利上げですね、追加利上げがこの秋ぐらいにあるんじゃないかみたいな、そういった報道が出てきてます。で、まだ未定なんですけれども、もし仮にですね、こういったことがあった場合、何がどう起きるのかっていうところを分かりやすくお伝えしたいなと思ってます。で、アジェンダ2つですね、もし追加利上げがあるとどうなるかと。で、次にですね、いつ変動金利の毎月返済額、これが上がるのか、この2つを分かりやすくお伝えしたいなと思います。ではトピックの1つ目、もし追加利上げがあるとどうなるかっていうところなんですけれども、こちらのですね動画で解説した内容なんですけれども、改めてお伝えしますと、その住宅ローンの仕組みですね、これっていうのは銀行が預金を集めてきて、その預金金利、これが調達コストになりますけれども、それに銀行の利益を乗っけて住宅ローンユーザーにですね、住宅ローンを融資するという、こういう右から左へのビジネスをやってます。ですので、こんな中ですね、日銀が利上げすれば銀行の調達コストも上がるので、住宅ローンの貸し出しコストも上がるという、まあ、こういった相関になってるんですけれども、ですので、まとめるとこの3つのステップになるんですね。ステップ1が日銀が利上げ、そうするとステップ2でその住宅ローンの貸し出しの基準となる基準金利、まあ、多くはタンプラと呼ばれるものなんですけれども、これが上がると。で、ステップ3がですね、その基準金利が上がると適用金利も上がるという、こういったですねステップとなります。そうしたときに、まずステップ1からステップ2ですね、利上げがされて、いつタンプラ、これがですね、住宅ローン基準金利ですけれども、これが上がったのかというところをですね、過去調査してみました。で、なかなかですね、直近日本って利上げがなかったんで、だいぶ前の、20年ぐらい前のデータになるんですけれども、2006年7月14日にですね、日銀が 0% から 0.25% に利上げしたんですけれども、その、大体1ヶ月ちょい後にですね、タンプラがですね、1.375% から 1.625% に上昇しています。で、次の利上げが2007年の2月21日 0.25 から 0.5 だったんですけれども、大体その1ヶ月後にですね、タンプラも 1.625 から 1.875 に上昇しています。ですので、ここから言えること何かというと、この過去2回あった利上げですけれども、大体ですね1ヶ月ぐらいのタイムラグがあるというふうに言えるかなと思います。ですので、このステップ1から2というところは、まあ1ヶ月ぐらいで、早いとね、利下げの時はね、結構ね、タンプラってすぐパーンとこう、まあ、下がることがあって、それ大体2週間ぐらいなんですよ。なので、まあ、2週間から1ヶ月ぐらいのタイムラグというふうに見ていただけるといいかなと思います。なお、今回ですね、こちらにある通り、その住宅ローンのその変動金利の基準となる短期プライムレート、マイナス金利解除でも上げないよっていう形で報道がすぐパンと出たんですけれども、これはね、結構ね、異例のスピード感ですね。普通はもうちょっと僕時間かかるかなと思ってたんですけども、やっぱり即日に出たっていうところですので、ひょっとしてなんかこう当局と銀行さんで示し合わせてたのかなみたいな風にちょっとこう、まあ、勘ぐっちゃったりしますけども、これはですね、異例の展開でございました。住宅ローンをどの銀行にしようか迷っているあなた、住宅ローン一括比較はモゲチェック。全国のネット銀行、メガバンク、地銀からお得なローンを選べます。詳しくは概要欄をチェック。ではトピックの2つ目、いつ変動金利の毎月返済額が上がるのかです。で、先ほどお見せした通り、そのステップ1から2というところは今ですねお伝えしたんですけれども、じゃあこのステップ2から3ですね、基準金利が上がるといつ適用金利が上がるんだっていうところ、ここをですねお伝えしたいなと思います。で、銀行はですね、その基準金利とその適用金利の判定のさせ方っていうところが大体ね、どの銀行も決まっていて、こちらのスライドにある通りですね、4月と10月ですね、ここが判定日となります。要はその4月もしくは10月に基準金利が上がると、その3ヶ月後の返済、つまり4月だったら7月、10月だったら翌年1月の適用金利を上げるというのがですね、大体どこの銀行も取り入れているルールとなります。ですので、これらを当てはめると、実際にじゃあ今年2024年ですよ、利上げがあった場合、いつから新しい金利での返済が始まるかっていうところをまとめたのがこちらとなってまして、まず今年ですけれども、利上げの判定があるのはですね、日銀の金融政策決定会合なんですけれども、7月31日、9月20日、10月31日、12月19日のあと4回あります。で、そうした時に7月31日と9月20日なんですけれども、それぞれですね、タンプラが上昇するところはですね、1ヶ月ぐらいのタイムラグがあるとしたら8月10月となります。で、そうした時に、じゃあこの基準金利ですね、これの判定月っていうのは2024年の10月、これに間に合うんですよね。なので、この10月に判定されるとなると、新しい金利での返済っていうのはその翌年2025年の1月からとなります。一方、10月31日もしくは12月19日に追加の利上げがあった場合ですね、その時のタンプラの上昇はですね、11月もしくは翌年25年の1月というふうに考えられます。となると、基準金利の判定月はですね、2025年の4月になるんですよね。要はちょっとこう、もう1年こうずれるって形になります。
となると新しい金利での返済月っていうのは2025年の7月というふうになります。なのでその9月の決定会合までに追加利上げがあるのか、もしくは10月以降になるかっていうところでですね、その新しい金利での返済月がですね半年ずれるという形となります。ですので以上まとめるとこのような形になってまして、ステップ1から2っていうのが、まあ、2週間から1ヶ月ぐらいのタイムラグがあるかなと。でステップ2から3っていうのは半年ぐらいのですねタイムラグがあるという、まあ、こういった形で日銀が利上げされたとしてもですね、すぐに新しい金利での返済が始まるわけではないというところ、ここをですねしっかりとご認識いただくといいかなと思います。ではトピックの3つ目、もげさからのアドバイスです。こういったですね、追加利上げを想定したお話をすると、結構なんかこう不安だっていうところで、まあ、感じる方も多いかなと思います。で、改めてお伝えしますと、今の日本の状況、今ね、徐々に良くなりつつあるんですよ。で、これはすごく喜ばしいことで、故にですね、追加の利上げっていうのは今後あるかもしれません。まずこれが1つ目です。ただ、何度も連続してガンガン上げていって、大幅に上昇するかっていうと、多分そこまではね、ちょっとやっぱり考えづらいかなと。で、それがどれぐらいあるかっていうところは、ちょっとまた後日ですね、私の考えを整理して皆さんにお伝えできればなと思っておりますけれども、今のところ私の見立てというところは利上げがあったとしても低位安定するだろうなと。ゆえに変動と固定ですね、今金利差が 1.5% とかこれぐらい開いてますけれども、これがひっくり返るようなことっていうのはちょっとやっぱり考えづらいんじゃないかなと。なので変動と固定はやっぱりですね、私としては変動優位というふうに考えています。で、加えてもし仮に金利が上昇する局面だったとしてもですよ、これ以前にお伝えした通りなんですけれども、金利と年収っていうのはこれ比例関係にあるんですよ。要はその年収が上がるからこそ金利も上げるっていう形になりますので、その時にはですね、皆さんの年収も上がっているはずだと、つまり払えなくはないというふうに考えていただければいいなと思います。そして最後ですね、まあとはいえですね、やっぱりこう将来の金利上昇への備えっていうところ、あとちょっとこうまあ最近インフレですよね、これを味方につけるっていう意味でもですね、まず借りすぎないっていうところと、あと貯蓄、貯金ではなくて積み立て投資ですね、ここをしてインフレをですね味方につけるっていうところ、これをしっかりやっていただければなと思います。以上ですね、皆様へのメッセージというところでお伝えしましたけれども、とはいえですね、まあ不安な方も多いかなと思います。でそういった方にはですね、もし今金利がちょっと高いかもしれないといった場合は、借り換えですね、これでこう引き下げるっていうところをやっていただければなと思いますし、もし繰り上げ返済したいなっていう方はですね、私は繰り上げ返済は反対派なんですけれども、もしやりたいというのであれば、いくらまで金利が上がったらやるべきかっていうところをですね、こちらの動画でまとめております。あともう一つですね、もう変動金利はもう絶対嫌だと、もうなんかこう、もう仕事も手につかないみたいな、まあ、そういった方であれば、まあ、固定金利に乗り換えるというところも、まあ、一つの手かもしれませんと。そうした時に、じゃあどういったタイミングでどれぐらいの水準だと固定ってお得なのかっていうところをまとめた動画がですね、こちらとあとこちらですね、この2つの動画解説しておりますので、よろしければ見ていただければなと思います。そして最後にですね、皆様へのご共有というところで、もげさ本を出しますというところでございます。金利が上がっても住宅ローンは変動で借りなさいという、まあ、そういった本なんですけれども、5月の8日に、発売されます。で日頃ね、私 X ですとか YouTube で情報発信してますけれども、結構その大きなその全体のストーリーの一部分のこの切り売りなんですよ。なのでなかなかね、こう皆様にこう全体像というところをお伝えしづらいところがあるんですけれども、今回の本ではですね、そこをまるっと一冊私の全てを出し切って書いておりますので、もしね、ちょっとマイナス金利解除で今後どうしようみたいな、変動金利で怖いんだけど、もしくは変動金利を借りたいなと思ってるんだけれども、本当に借りていいのかなとか、そういったところをちょっとやっぱり気になる方はですね、この本ぜひご覧いただければなと思います。概要欄にリンク貼ってますので、そこから Amazon のですね予約できますので、ぜひご覧いただければなと思います。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですね、コメントにいただけると嬉しいです。ぜひモグチェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力するとモグチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モグチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひモグチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。